天下百剣斬。あらあら、振り返るにはまだ早いですよ。闇を切り裂き、いざ咲き誇らん。もう主様ったら、二人っきりの時は少林でしょう。明けましておめでとうございます、主様。とっても素敵な贈り物をいただいちゃいました。どうです、似合ってますか。